マウゼルはイングランドコーンウォールにある村、漁港の名前である。ペンザンスから南に2.5マイルの海岸、マウント湾に位置し、ペンザンスの行政教区の一つでもある。また港の入り口から350メートル沖合には、セントクレメント小島と呼ばれる当初が存在する。マウゼルは自然保護公園の一種である、コーンウォール特別自然美観地域の中に存在する。 コーンウォール一帯のおよそ3分の1が永安部に指定されており、国立公園と同様の地位、保護レベルにある。マウゼルの旧称はポースエニーズという。この村はマラザイアンと共に16世紀までマウント湾の主要校の一つだった。主要な貿易中心地として衰退するまでは、マウゼルにも数多くの定期市や市場が存在し、毎週火曜に市場を開く。 許可状が出されていたほか、1292年にヘンリー・ド・タイズから許可された聖バーナバスの祭りごとに3日間開催される定期誌などで賑わっていた。マウゼルはマウントワーにある多くのコミュニティ同様、アルバートン荘園の管理下にあって、初期の定期誌や営業特権などはすべてこの荘園の所有物であった。マウゼルはペンザンス・ニューリン・ポールなどと同様、 1595年のコーンウォールの戦いで破壊された。この戦いでは、スペインのカルロス・でアメスキータがマウント湾に侵攻し、地元のパブである、キーグウィン・アームズ、ケイグウィン・アームズだけが、戦火に耐えて残った。現在この建物は、私有物件となっているが、外壁には、王子主、ジェンキン・キーグウィンは、この家を、 スペイン人から守って1595年7月23日にここで殺されたと書かれたプラークが掲げられている。地元のコミュニティラジオ局はコースト FM で FM96.5MHz97.2MHz で放送している。ペンリーライフボートステーションマウントワンでは長年急難艇が利用可能だったが1913年に新しい急難定ハトバとして 街外れのペンリーポイントにペンリーライフボートステーションが完成した。1981年12月19日にはハリケーンによる主ケ中救難に向かったクルー8名が命を落とすというペンリー救難艇災害も発生している。救難艇は1983年にニューリンへ移動したがその後もペンリーライフボートの名で知られている。マウゼルは 別荘地としての需要も増えている。村の海岸沿いにある歴史あるホテル、ロブスターポットは、1930年代に、詩人ディラン・トマスの友人だったウィン・ヘンダーソンが、経営していたゲストハウスだが、現在では、近代的な高級アパートメントに作り替えられている。トマスは、ケイトリン・マクナマラとペンザンスで結婚した後、1938年に、このホテルを訪れハネムーンを過ごした。 マウゼルでは活気に満ちた祭りや地域活動が行われている。クリスマスにはイルミネーションを行うことで有名である。1981年以来、毎年12月19日には、旧難事故で亡くなった犠牲者を忍んで、明かりが消される。トムバウコックの夜は、毎年12月23日に行われるユニークな祭りで、地元住民のトムバウコックが、16世紀に起こった。 飢餓を終わらせたことに由来する。この祭りは、アントニア・バーバーが書いた本、マウゼルの猫や、このテレビ映像化作品にインスピレーションを与えた。バーバーの本は、バウコックと彼の猫が基金を救ったという筋書きで、この話から地区には猫も多い。祭りは、魚の頭がペーストリーの上に突き出した形の、魚、卵、ポテトを用いた地元のパイ。 スターゲージーパイの由来にもなっている。マウゼルでは2年に一度、シーソルト・セールと呼ばれる、小規模な海祭りも行われる。1995年の長編映画、ブルージュースは、一部がこの村で撮影された。マウゼルはもともとポールのアンシエント・パリッシュの一部で、1866年に、この教区から独立した。 1894年にはポールのアーバンディストリクトの一部になった。このディストリクトは1934年に廃止され、マウゼルはペンザンスの自治区に吸収された。ペンザンス自治区は1972年地方自治法を元に1974年に廃止され、マウゼルは新しいペンウィズディストリクトに組み込まれたほか、以前のバラは1980年まで教区でカバーされない。 アンパリッシュドエリアとなった。アンパリッシュドエリアには1980年に行政教区が設置され、ペンザンスの教区議会はタウンカウンシルと自称するようになった。ペンウィズディストリクトは2009年に廃止され、マウゼルは単一自治体のコーンウォールカウンシル自治下にある。ドリーペントレスペンウィズはコーンウォールの中でコーンウォール語がコミュニティの言語として使われている最後の地区だと、 考えられている。ドリー・ペントレスは記録に残る限り最後の和者で村にはマウゼルの出身とされる彼女の記念碑が存在する。実際のところ彼女はマウゼルを包括する教区であるポールの出身だったとされている。ドリーが1777年に亡くなってから1年後、デンズ・バーリントンはコーンウォール語の文章に英訳文が付けられた手紙を受け取った。 差出人で、マウゼルの漁師だったウィリアム・ボディナーは、コーンウォール語を喋れる村人を5人知っていると書いていた。バリントンはまた、マラザイアン出身のジョン・ナンカローもネイティブスピーカーで、1790年代まで生存していたと聞き取っている。コーンウォール語学者のジョン・キー・グビン、メソジストのウィリアム・カーボッソ海軍兵士のジョゼフ・トリワバスも、マウゼル出身である。 海軍元水を務めたキャスパー・ジョンは、大観を、マウゼルで過ごした。芸術家のジャック・ペンダーは、マウゼルで生まれ、キャリアのほとんどをこの村で過ごした。作家、イラストレーターのミシェル・カートリッチは、マウゼル在住である。多くの近代的、都市おとぎ話を書いた作家のチャールズ・デリントは、自身の小説、リトル・カントリー・ザ・リトル・カントリーの舞台をこの村に、している。 アントニア・バーバーが書き、ニコラ・ベイリーが挿絵をつけた子供向けの本、マウゼルの猫はトム・バーコックや彼を祝う祭りトム・バーコックの夜を扱った作品である。ありがとうございます。